ティレル02例は、ティレルが F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。02例は1991年の開幕戦から最終戦まで、02ビ B は1992年の開幕戦から最終戦まで、02シ C は1993年の開幕戦から第9戦まで実戦投入された。1990年シーズンに、 実戦投入した019に引き続いてアンヘドラルウィングを採用。フロントダンパーは018以来継続するモノショック、方式。エンジンはカスタマー仕様のフォード DFR に代わり、ホンダのワークス V10 エンジンを獲得。中島のイニシャルである SN を含めた RA101ESN と命名。バタフライスロットルから中島の好みであるスライド式に変更。 前年のチャンピオンエンジンを搭載して、さらなる速さを追求した。しかしパワーはあるものの、DFR エンジンよりも数十キログラム重いホンダエンジンを積んだことにより、マシン全体の重量バランスが崩れ、主に駆動系のトラブルなどが多く発生し、ホンダエンジンのパワーを生かしきれているとは、到底言い難いマシンであった。背景には、チームの資金力の問題があり、後に、 中島が語ったところでは、エンジンが V8 から V10 に変わることに対して、シャシーのすべてを一新するだけの資金力はなかったんです。との事情があった。また、この年に行われたレギュレーションの変更が大きな影響を与えた。フロントウィングの幅が1990年よりも 100mm 縮小されたために、フロントのダウンフォースが不足気味となった。 さらにピレリタイヤのグリップ不足も常に問題となった。この他にもモノコックの製造不良に起因する問題もあり、ドライバーのモデナによれば、7月中旬にシルバーストーンで、ある偶然から合成が足りないものがいくつかあることが分かったという。ただ、ジョージ・ライトンは、エンジンとシャーシはかなり優れたパッケージングであったが、マクラーレンを脅かし始めたモナコ以降、明らかにホンダエンジンは、 パワーダウンした。計算によるとその差は20から30馬力ほど。彼らは決して認めないだろうが、戦略的な判断があったのは間違いない。これに関してチームでミーティングを行った際、ハーベイの顔には激しい怒りが見て取れたと語っている。結局このシーズンは入賞は両ドライバー合わせて4回にとどまった。1990年夏にホンダエンジンの獲得が、 決定したとき、当時のテクニカルディレクターであったハーベイ・ポスルスウェイトが、県には、020に搭載するエンジンは、フォード HB エンジンを選んで欲しかったと語っていた。1991年シーズンに HB エンジンを搭載した、ジョーダン191が改装を見せたことから、ポスルスウェイトの指摘は、間違いではなかった。1992年シーズンオフテストでは無限、ホンダが、 1> f 1 3戦に向け、エンジンを無限、ホンダ V10 エンジンに換装した、真っ白なテストカーが登場した。シャーシエンジン1991年に、タイトルスポンサーであった、ブラウンや、エンジンサプライヤーであったホンダが撤退した影響で、一転してチームは、資金難に陥った。そこでマールボロから持ち込み資金が豊富なアンドレアで、チェザリスト、オリビエ・グルイアールの布陣で臨んだ。 またカラーリングは1990年以来のブルー、ホワイトを基調とした定番カラーとなった。この年のマシンである 020B は020にイルモアブイ10エンジンを積んだだけという状態だったが、パワーはあったものの重いホンダエンジンよりも軽量で駆動系への負担も減った。同年に中堅会チームに供給されたカスタマーエンジンの中ではそこそこの戦闘力を持っていたものの信頼性には 今一つ欠けていた。しかしながら、タイヤが相性の悪かったピレリから全チーム共通のグッドイヤーに変更されたこともあって、ほぼエンジンを変えただけの一年落ちのマシンでもそれなりの構想を見せ、チェザリスが4度の入賞をもたらした。シャーシエンジン新たに片山右京が加入したことで、日本のタバコブランドであるキャビンからのスポンサーを得られた。シーズン前には、 領有であるチェザリスは、マールボロの資金を持ち込んでいったため銘柄のバッティングからチームを離脱するのではと言われた。結局マールボロではなく、キャビンロゴをマシンに掲載することで話はまとまったが、マールボロからの資金もチームにはもたらされていた。エンジンは、ジョーダンと決別したヤマハとワークス契約を結び、新開発の V10 エンジンを搭載した。 フロントウィングはフラップが大型化されるなどの改良が施された。しかし、資金難のため1991年に中島が使用したモノコックを改良したものもあり、2年落ちのシャーシでは戦闘力は乏しく経年劣化による合成の低下も激しいために、ストレートをまっすぐ走ることさえままならない状態であった。また著しいハイテク化の流れにも乗り遅れて、ノーポイントに終わった。 右京は F3000 以下のひどいマシンとコメントしている。シーズン中盤の第9戦にチェザリスが第1 0戦に右京が021にスイッチした。シャーシエンジンタミヤから1、20のプラモデルとタミヤミニ f 1のバージョンで02 0 20が発売されていた。ウェーブからは02 0 B が1、24プラモデルで発売されていた。1993年のカルビー製。 ポテトチップスには、裏面に、ティレル F1 の、設計場面が描かれたものが発売されていた。スタッツ F1-020、statsf1.com、2010年8月23日閲覧。スタッツ F1-020b、statsf1.com、2010年8月23日閲覧。スタッツ F1-020c、 statsf1.com2010 年8月23日閲覧名車列伝ティレルレニレーホンダ F1 速報2016年3月24日ティレルレニレの真実が見えてくる GP カーストーリーボリューム33ティレルレニレは全国書店やインターネット通販サイトで好評発売中引くオートスポーツ2020年10月16日 ハットという触れ込みだったが、実質は JADGV エンジンにヤマハが若干の改良を施しただけのものだった。ありがとうございます。